ははい、えー、こんにちは、えー、上部朝倉学校普通、えー、8日目第2週の、えー、3日目ですね。えー、本日は、えー、2020年3月11日東日本大震災から9年目の日です。ということで、えー、本日は地震のことを学びたいと思います。ははい、えー、それでは 後半編はあの地震、実際船橋でこの東日本大震災がどういう被害状況であったのか、そして市としてどういう対策をしたのかという、その,その社会編を後半は入れたいと思いますが、前半は理科の内容でやっていきます。それでは、えー、っとこうですねで。まず地震の基礎を学んで、それをもとに後半で千葉県公立高校入試の問題を取り上げたいと思います。 でこれは千葉県公立高校入試の2013年の問題なんですが、えー、図は日本付近のプレートの、えー、境目を実践で示したもので X のプレートこの X のプレートは、えー、の名称は次の A から A のうちから何かと次の中から選べということですさてまずそもそもプレートというのは何かということですが、えっと、こういう感じなんですね地球は 内部構造がありまして、えー、この一番外側の川に相当する部分が地殻といいます。地の殻。地殻ですね、地の殻。で、ここの真ん中の部分が一番中央部を内角、内側の角。その外側を外角といってまして、外の角ですね。で、ここをマントルといって 中間でこの、えっと、マントルっていうのは岩石ではあるんですが若干流動するあの動く性質がありましてここの地球の内部のエネルギーで、えー、マントルがこう対流するんですねこう動いていくとでそのマントルが動く時にそれに引きずられて地殻が、えー、もう動くんですで地殻というのはこう結構つなぎ目がありまして 全部川がつながってるわけではなくてこう切れ目があるんですねでこのいくつかのつなぎ目があってその近くの一つ一つの切れ端のことを、えー、プレートと言ってますでプレートの中には陸地を乗せているプレートとそれから海,海も実は海底の海底がプレートでその上に乗ってる形になってますので海も実はプレートの上に乗ってると考えてください で日本ではこのつなぎ目がこんな形になっていて、えー、それぞれの名前がついてるんですねで。名前は実はこの根元がどこにあるかというのを予測すれば分かるわけで、じゃあ、答えいきましょうか、はいで。実は根元を考えていただくと分かると思うんですが、これ、太平洋とつながってますので、太平洋プレート。で、こちらはフィリピンの方とつながってますので、フィリピン海プレート、エクサフィリピン海プレート。 そしてこれはユーラシア大陸とつながっていくのでユーラシアプレートでこれちょっと北アメリカの方とつながっているので北アメリカプレートと言いますつまり北海道と東北は北アメリカプレートに乗っていてえあのまあ本州というか関東からえ四国九州中国地方はユーラシアプレートに乗っていてまあこの海の方はフィリピン海プレート太陽プレートがありますでフィリピン海プレート太陽プレートはさっき言ったマントルの動き によって、こっち側に、この矢印側に、こう、こう、進もうとしてるんですね、少しずつ進もうとします。1年間に数センチというレベルですけど、それぞれこっちを目指して動いてるんです。で、そうそう何が起こるかというと、こういう現象が起こります。特に海洋のプレート、まあ、フィリピン海プレートや太平洋プレートが、こう、ぶつかっていて、大陸のプレート、まあ、ユーラシアプレートや北アメリカプレートとぶつかるんですね。でぶつかると ぶつかってこっちがちょっと何、まあ、て言うかなきちんと陸地に陸地とここにドカンと構えているので、まあ、海洋プレートの方はこの奥底でこう地中に潜っていく形になるんです。でこのところのズレが実はあの地震の一つの原因プレートとプレートのプレートが少しずつ動いていて。 この大陸のプレートとぶつかるところがあの地震の原因とされての一つとされてましてプレート型地震というんですがプレートとプレートのずれですねでこれが震源の様子ですけど震源がこここううういいいとととでで発生しやすいということですで地震にはプレート型地震ともう一つ内陸型地震があってこの太陽大陸プレートの中でもやはり岩盤がずれたりして地震が起こることもありますので内陸型地震があります。 で東日本大震災は、東日本大震災は一、まあ、から分かると思うんですけど太平洋プレートが北アメリカプレートに潜り込もうとする圧力による地震,あの地震発生ですで。よく南海トラフ ここら辺が地震で被害が起きやすいという南海トラフトなフィリピン海プレートがユーレシアプレートの下に潜り込もうとすることによる地震です。であと熊本地震というのがありますねで。熊本地震はプレートの境界線じゃありませんのでこれは内陸型地震ということで、えー、大陸のプレートの中での岩盤のずれによる地震ということになります。それでは次に地震ののの基礎用語のまとめとめいうのを 考えてみたいいと思いますで中学の理科の内容ですが小学生の皆さんにも理解できる内容だし大人もこの中学の理科の内容は常識的に、えー、知っておいた方がいい内容ですので是非、まあ、一緒に考えてみましょう、はい。地震でのある地点での揺れの強さは何々といい何々の何々段階に分けられると。 一方、地震の規模の大小を示す単位は、揺れの強さと地震の規模の単位は違うんですね。何々で示され、1923年9月2日の関東,地震東関東大震災は何々、2011年3月11日の東東北地方太平洋地震、東日本大震災は何々であると。でこの こちらの方は単は1単位大きくなるとエネルギーが何倍になるとで地震で千葉県浦安市、船橋市のように沼津市,、ね、市の湾岸部のように埋め立ち地などで土地が急に軟弱になり水が噴き出たり建物が、えー、傾くなどの被害を生むことを何々と言うと。さて えっと、YouTube を見ている方はここで一旦止めて全部空欄を補充してから答えを見ていただいてもいいんですがあの、まあ、答えいきましょう。はい、さて、えっと、答えいきますね地震のある地点での揺れの強さを震度10と,あ震度というとでこれは10段階に分けらるんですねこの10段階というのは知っておいてくださいで10段階なんだけどおもし、まあ、不思議な言い方をしまして震度0、1、2、3、4 5弱5強6弱6強強の10段階ですでこの押さえ方なんですがあの、まあ、小学校の学年の時に小学校の学年を呼ぶ時に2つの呼び方があります123年を低学年456年を高学年という言い方もあるけどもう一つの考え方として12年を低学年34年を中学年56年を高学年という言い方があります。でその 校舎のイメージを持っていただいていわゆる狭い意味での高学年は56年生という感じですよねでその卒業が近い中学生に近い56年生でその56年のところは弱と強に2つクラスに分かれているということですねそして震度0というのが存在するということも、えー、体に感じにないけど揺れている震度0というのがあるとでそうするとえー、っと小学校6学年で、えー 56年が2クラスに分かれているので8ですねそして0があるとそして9ですねそうすると震度の最高は7ですということで10段階10段階ということにきちんと押さえとけば今言った発想で最低0最高7だということが分かりますだから震度8っていうのはないんですねマグネチュードは8がありますマグネチュードは8がありますけど震度は7しかないということですでちなみに船橋の あの3月11日のの地震の震度は弱でしたさて一方え地震の規模の大小を示す単位はマグニチュード M で表しマグネじゃなくてマグニですね、えー、マグネットという磁,磁石の方じゃないですね。マグニチュード、えー、1923年9月2日の関東,地震関東大震災はマグ,ネマグニチュード7.9東日本大震災は9.0だということですね。 でなんと1単位違うとエネルギーは32倍違いますだからちょうど東日本大震災と震源の時のエネルギーと関東大震災の震源時のエネルギーはまあほぼ32倍より若干大きいぐらいの差があったんですねはいということで東日本大震災がいかに大きな地震だったかということが実感できると思います2の5乗倍1違うだけで2の5乗倍違ってくるということですで 最後の空白、えー、と地震で千葉県浦安市船橋の湾岸部のように埋め立て地など土地が急に軟弱になり水が吹き出たり建物が傾くなどの被害を生むことを液状化というとさて液状化について説明しておきましょうで液状化はこういう原理です私たち踏みしめてる土はあの実は土の粒子だけでできてるわけじゃなくて3つ要素があるんですね必ず3つ要素があります 土の粒子と水分と空気ですで。空気の隙間も結構あるんですね。えー、これも、まあ、特に上の部分には空気の隙間が多いです。で、この3要素があって、えー、湾岸部などの軟弱な地盤と言われていると,ところは水の比率が結構高いんですが、安定している状態のときにはあの土の粒子の中にきちんと抱かれる形で安定しているんですね。ととこころががそこに揺れが加わると 全体的な土の粒子は沈殿します。そして、上部は水の比率が高くなりますで、そうすると水が吹き出たり、えー、まあ水の分、えー、その支えできなくなるから建物が傾いたりここにまあこの泥が出てきたりするんですね。これが液状化です。でしばらくするとこの水外に吹き出てきた水は蒸発しますので、まあ、微妙にですけど、えー、地盤そのものが低くなるはずです。 とというここでですすねこれが液状化現象ですそれではいよいよ、えっと、今年の中学3年生の先、まあ、が解いた千葉県公立高校入試の問題をやってみましょう。で小学校6年生の皆さんや、まあ、中,学校中学1年生の皆さんは、まあ、中3の先輩が解いた問題ですので難しいと思うかもしれないけど実は十分理解できますから安心してください。 ちょっと暗いかな、こうかな、こうですね。はい、で、えー、入試問題そのものは、結構、なんというかな、こ,うこんな感じで,で、これが入試問題そのものなんですが、ちょっとこれだと字が小さくて見にくいので、まあ、大きく打ち出してきました。 2020年2月12日実施の千葉県公立高校入試前期理科の問題中国地方で発生した地震1と地震について調べました図は地震1の信号 X の位置と各観測点における震度を示しておりますまた表はこれは後でありますさてこれ前半のここだけでいいんですけどその信号という言葉で出てた地震の中央の王を変えて信号でこれはどういうことかというと 実際の地震っていうのは地中深くで起こったり、まあ、プレートの切れ目で起こったりするので地中深いんですが、えー、それはこう,う地図って地表面を前提にした地図を書いてますねだから一応その震源の真上の直上の地表面のことを「新王」と表現してまして地図上に表すときには「新王」が表現されていると考えてください、はい、さて第1問の問題が えっと、あでまあこのこの時の地震の様子からちょっとあとで問題にも直結しますけど感じてほしいなここが震源です震源あ震央ですねで震央のそばが5弱5強、えー、それから6弱がありますでだんだんと離れていくと、まあ、震度4ぐらいになってきましてさらに離れていくと、まあ、ここら辺が三 3, 3が多くなってきますね さらに離れていくくと2が大きくなる、まあ、だから大体地震のからの距離に比例して距離が近いほどし震度も高いということが分かりますただ絶対それがあの必ずそうなっているかというとこ,ここですね例えばこの位置は、まあ、あまり震源からの震央からの距離はそれほど変わらないのにここは2でここは2でここが3ですで距離がほぼ近いのに震度の差が出るとていうのはやっぱり ここの土地の地盤の問題なんかが関係するんですね。それでは。はい。いきましょう。次の中が正しいものを選びなさいという四択、よ、四つから選ぶ問題ですが。は央、い、あ、信用から観測地点の距離が遠くないにつれて、震度が小さくなる傾向がある。これは丸ですね。傾向というのは100。百パーセント、あの、ぴったり合ってなくても、大体その傾向があればオッケーですので。あが丸です。 でそうすると EUA は間違いということになりますが、ちょっと確認してみきましょう。観測された震度からこの地震のマグ,マグニチュードは6.0よ小さい、これは明確に間違いで、震度はあの揺れの、えー、と大きさの単位で、マグニチュードはあの地震の震源での強さの単位ですので、えー、これ全然違うので、さっき震度6というのがあったけど、それはマグニチュード6ということとは全然違うので、これは言えません。じゃ次 観測地点によって震度が異なるのは土地の作りの違いのみが原因のみというのはおかしいですね。土地の作りにも確かに影響することがあるけどやっぱり一番はその距離の問題でその上でまあ土地の作りの原因があの少し左右するということでこれが主、うん、主でこれが付属要因みたいなものですので、えー、のみというのはおかしいですよね。で 震の震度が大きいのは震源が海底の浅いところにあることが原因、これは、この問題は、震源は、震源が陸地にありますので、海の深いところというのは浅いところとこの間違いですね。ということで、あが正解ということになります。それでは、引き続いて、次の問題に行く前に、地震の基礎理論をもう一つ重要な図で説明していきたいと思います。 さて皆さん地震を体験した時に気づいている人もいるかもしれませんけど最初に小さな揺れが来るんですねその後強い揺れが来るんですで最初に来る小さな揺れのことを P 波と言ってますであとで来る揺れのことを S 波と言ってますでこれはどういうグラフかというと横軸がこれが震源で地震が発生した時刻そしてそこから何秒経ったかということですね でこれは縦軸は震源からの距離、え,ー、例えば40キロの時点なのか、80キロの時点なのか、120キロの時点なのかがあって、えー、各地点で、えー、どれぐらいです、まあ、これだと,、えー、と約9秒で P 波が到達して、15秒後に S 波が到達しているという図ですね、という形です。で P 波というのは縦波です。 縦揺れはこんな感じで伝わっていくと非常に速いんですけど横 S 波は横波で横波はこういう感じで伝わっていくんですねそうすると若干到達するのが遅いということで縦波である P 波が最初に登場しえしばらくして S 波が登場しますで P 波と S 波っていうのは実は英語を知ってると一発で分かるんです P 波の P はプライマリー最初のという意味の P であり S 波の S はセカンダリー2番目という意味の S です でそうすると、まあ、セカンドの方は、まあ、プライマリー仮に忘れてもセカンドというのが 2, 2, だ2番目ということが分かりますよね。でそうすると S 波が後で P 波が先ということが分かります。ついでにじゃ英語で小学校、中学校というのを何というか知ってますか、えー、小学校はプライマリー最初の学校ということでプライマリースクールと言ってます。で中学校はジュニアハイスクール。 高校の手前ということでジュニアハイスクールって言ってるんですが、えー、ある国ではセカンダリースクールって言ってることがあります2番目小学校の次に通う学校ということでこれはまさに P と S ですねで、まあ、ちなみに高等学校は、えー、とハイスクールって言ってますさてということで記号は英語の背,背景の意味を知ってると理解しやすくなりますさて P 波が到達すると 最初弱い揺れがあって、あとで S 波が強い揺れになります。でその強い揺れのことを腫瘍導と言っています。で、最初の、まあ、P 波だけの時の弱い揺れのことを初期微動と言っています。初期微動があって主瘍度が動くという形ですね。さて、それではそれをもとにあ、それであとこれ全部正比例の関係、つまり距離が距離に比例してあの到達時間がありますので、P 波は 距離に比例した到達時間になり、S ッも距離に比例した到達時間になる。そうすると、初期微動の,その長さも遠ければ遠いほど初期微動の長さが長くなる。だから遠、地震が遠いと初期微動を感じて備えることができますね。本揺れに対して備えることができるという特徴があります。で、最近の緊急地震速報は、P 波をいち早く感じして、あの、携帯にこう、 もうすぐあなたのところにも S 波が来ますよということをお知らせしている仕組みですさてそれでは、えっと、今のもとに次の文章の正しいものやべ地震が起こるとないなり P 波が S 波入れ先に触る S 波による揺れを、はい、ということでこれ P 波が発生した後に S 波が発生するんじゃなくて同時に発生するんだけど P 波の方が早いだけですねということで P 波と S 波は同時に発生するが伝わりの速さが違うため速さが違うためそして S 波による揺れをということですね S 波による揺れを Z という主要度と言いますだから答えは A ということになりますそれでは引き続いて3番の問題ちょっとこれ答え書っちゃってるから3番の問題いきましょうで3番の問題は地震2について 次の1、2の問いに答えなさい。P 波、なお P 波、S 波が地上を伝わる速さはそれぞれ一定であり、P 波も S 波もまっすぐ進むのとすると、地震2が発生した時刻は何時何分何秒か書きなさい。何秒か書きなさいと。さて、でこれは実は図が添付されてましてこの、これから解きなさいという問題があるんですね。それが添付されている図が、えっと、ごめんなさい。 これ,だこれですねこれ,これが入試問題にもうちょっとちっちゃな図ですけど添付されていて私がそれを打ち直したものですでまあ打ち直した時にせっかくだから分かりやすいように P 波をこっとオレンジ系列で書いて S 波をえっとまあ青で書きましたさてそれでは P 波 S 波ということで え震源からの距離が A は40キロ40キロだと P 波が、えー、午前7時19分26秒に着くとで80キロだと P 波が午前7時19分31秒に着くとで S 波は56キロの時点と,、えー、っとあの100キロ時点は分かっているけど途中のデータがないところがあるんですねさてまずあの地震が発生した時刻はどうかということで P 波の速さを、P 波の速さをちょっと考えてみましょう。S 波で考えてもいいんですけど、P 波の方が割り切りやすいので、この問題では。S 波、P 波で考えてみましょう。えっと、40キロのところに26秒の時に届いたやつが、80キロ地点では31秒で届いたということは、この間5秒ですね。で、40キロを5秒かかってるんです。ということは、 4 0キロ5秒かかってるということは最初のこの0キロから4 0キロまでも5秒かかってるはずです逆算せよこれで5秒かかったんだから4 0キロから8 0キロで5秒かかったんだから最初の4 0キロまでも5秒かかったらつまり26秒の5秒前ということになりますしたがって答えは7時19分26秒の5秒前21秒というのが答えになります さて、その次なんですが、えっと、その次はこういう問題になっています。表をもとに地震2の震源からの距離と初期微動継続時間の関係を表すグラフを完成させなさいと。あさて、ちょっと初期微動継続時間というのを少ししっかり言うのを忘れましたね。初期微動継続時間というのはこの 主要道に入るまででのの波だけの由来ですでこれが初期微動でこ,この初期微動だけがついている時間を初期微動継続時間と言いましてこれも距離に比例するんですねさて、えー、ということですさてそうするとどう,どうするかということなんですが元の設問に与えられているデータはこれですこれです でもこれは今私が計算したように19分21秒に地震が発生したことが分かるとこういうふうにこの表の横にこれを書き込んでいけばいいんですがこういうふうに読み直すことができるんですね。P 波が届いた地震発生からの時刻もともとはここにあるように。 元,元では19分26秒と書いてあるんですけど、さっき21秒出発点だから5秒で届いたということが分かると。で、その次に80キロ時点では、えっと、31秒になっていますけど、これは21秒地震発生したんだから10秒かかったということが分かります。で、これは36秒ですけど、これ21秒発生したから15秒かかったということが分かります。で、何秒、あの発生してから何秒かかったかという視点で、 こう数字を書き換えるんですね。こう横に書けばいいんですけど、こう書き換えるとで。同様に S 波についても同様の操作をします。S 波と P 波は同,同時に発生いたしましたので、同時に発生しましたので、やっぱり19分21秒から発生したんです。でそうすると S 波がこの地点 B では19分35秒。 に到達しましたけど21秒から31秒35秒までは14秒ですね14秒かかったこれ19分46秒ですから25秒かかったそして最後20分02秒ですから19分21秒から比べると41秒かかったってことが分かりますそうするとこういうかかった時間が分かりますで、かかった時間から逆算して速度を逆算します 五秒四十キロを五秒で進むということは、一秒に八キロ進むということはわかります。早いですね。八キロメートル一秒八キロメートルも進むんです。地震はこれぐらいの速さです。で、P 波はこれぐらいですね。で、S 波はどうかというと、十四秒五十六キロに十四秒かかると。で、五十四を十四五十六を十四で割ると一秒四キロですね。 ちょうど P 波の半分の速度、1秒 4km 進むと。それでこの空欄を全部埋めていきます。そうすると、だいあの速度が半分ですので、かかる時間は倍になってきますね。そういうまあ56を8で割って7としてもいいし、 これとこれが 2, 2分の1ずつだということでやってもいいんですけどこういうふうになります。これ12.5秒ですね。でこれ30秒。これ20.5秒。はい。さてで、初期ビデオ継続時間は P 波と S 波の間のこの差額ですから5秒です。もう秒を抜きます。これは7秒。 結果的に P 波の届いた秒数と同じになりますけど、この問題では10秒、12.5秒、そして15秒、これ20.5秒です。さて、問題はもう一回いきますと、問題の後半は、初期微動継続時間が18秒だった時の震源までの距離はどうですかということですね。さて、 でここの初期微動継続時間の原理について考えていきたいと思うんですが40キロ地点での初期微動継続時間は5秒つまり本流揺れが来るまで最初の揺れが来て本流揺れが来るまでの時間が5秒ですで80キロでは10秒ですのでキロ,キロを x キロメートルをキロメートルを8で割ればいいんですねキロメートルを8で割ると 答えが出てきま4 0キロを8割ると556、えー、を8で割ると7ですそうすると逆に、えっと、18秒かかったということはキロメートルを8で割ったものが18ということになりますそうすると1 4 4トルということが分かりますということでここが1 4 4トル説問で聞かれてる 144km であるということが分かります。でちなみにこれが18秒36秒ということになりますね。で、その差額が18秒ということになります。はい。ということで、これが 144km です。さて、最後にこのグラフの問題です。えっと、初期微動継続時間と距離との関係、40km で えとさっき言った四十キ4 0の時に5秒かかってるで8 0キロの時に10秒かかってるでこれを延長していくと2 0 0キロのと時,時に50つまり1 2キロで15秒そして1 6キロで20秒でここがえと25秒ですので。 これを結べばグラフができるということでこれで完成になります。はいということで、えー、地震の、えー、問題はこれで完了ですが一番今日やった中で一番重要なポイントはこの図です。はい、地震は SP 波プライマリーが最初に伝わってきて縦波がそれから初期微動が起こってその後本揺れ S 波が伝わってくるとセカンダリーですね。 でその差額の初期微動継続時間もそれから P 波の速さも S 波の速さも距離に比例すると震源下の距離に比例するとでこれが非常に美しくこういうふうに初期微動継続時間からあの、まあ、地震の震源までの距離が類推できるというのが一つのポイントになります。ということで後半はあの、えー、東日本大震災で まあ船橋がどのような被害を受けて特に液状化ですねで後半の導入で一つだけお見せしましょうこれ後半の導入ですけどこれが実際に液状化が起こった様子ですこんな感じで液が噴き出てきてるんですねでこれ後半にお見せしますのでまたぜひご覧くださいそれではえっと それではまた後半ということで、はい、ご清聴ありがとうございました。